市民スタッフの西岡です。前回のマイナンバーカード特集に引き続き、今回はカードの申請方法について戸籍住民課山本さんにお話を伺います。山本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は伊賀鉄道忍者市駅前のハイトピア伊賀に来ています。こちらにマイナンバーセンターができたんですよね。はい、2階の上野支所の隣に8月3日からマイナンバーセンターを開設しました。ではセンターに行ってマイナンバーの申請はどうすればいいのかをお聞きしたいと思います。山本さん、案内をよろしくお願いします。はい、では正面玄関を入ってエスカレーターで2階に上がりましょう。エスカレーターを降りて右方向に曲がります。伊賀流忍者萌えキャラクターの五十嵐舞ちゃんの登りがあります。五十嵐舞ちゃんがマイナンバーカード取得をおすすめしていますね。舞だけに登りを目印に進むと市役所の区画があり、一番左がマイナンバーセンターです。では行きましょうか。はい、では今回私が実際にマイナンバーカードを申請したいと思います。わかりました。これまでは申請者が地方公共団体情報システム機構に直接申請してカードを受け取るときに窓口に行く必要がありましたが、市では申請のときに窓口に行きカードを郵便で受け取ることのできる申請時来庁方式を7月から開始しました。今回はこの方式で手続きを行います。申請のときに窓口に持ってきていただきたいものは、個人番号カード交付申請書、本人確認書類、顔写真、通知カード、印鑑です。もし住基カードをお持ちでしたらそちらも提示してください。個人番号カード交付申請書というのは以前通知カードと一緒に送られてきたものですね。そうですね、個人番号通知書や通知カードと一緒に送られた QR コードのついた申請書のことです。事前にその申請書が必要だとお聞きしていたので家の中を探してみたんですが見つかりませんでした。どうしたらいいでしょうか。個人番号カード交付申請書は再交付できるので大丈夫ですよ。こちらの再交付申請書へ記入・捺印をお願いします。本人確認書類は運転免許証でいいですか。はい、結構です。ただし本人確認書類は氏名・住所・生年月日が確認できるものが2点必要になります。そのうち1点は顔写真付きのものでお願いします。1点しか持っていない場合はどうすればいいですか。その場合は郵送によるカードの受け取りはできません。カードを受け取るために再度窓口へ来ていただく必要があります。わかりました。今回私は運転免許証と健康保険証で申請したいと思います。では先ほど再交付申請していただいた個人番号カード交付申請書が用意できましたので内容を確認していただき、間違いがなければ電話番号、申請日を記入し署名・捺印してください。できました。持参した顔写真はどうすればいいですか。こちらで写真を貼りますね。写真は縦 4.5 センチ、横 3.5 センチのいわゆるパスポートサイズで、6ヶ月以内に撮影した帽子やサングラスなどを着用せず、背景が無地のもので正面向きの平常時の表情のものでお願いします。これで申請書が完成しました。この申請書は市から地方公共団体情報システム機構へ代理郵送します。よろしくお願いします。必要書類がすべて揃っていましたのでカードは郵便でお届けすることができます。カードは市で利用開始の設定をしてから送りますので、設定に必要な情報をこちらの暗証番号設定依頼書に記入し捺印をお願いします。暗証番号が4つも必要なんですね。そうですね、マイナンバーカードには電子証明書の機能がついています。
オンライン手続きなどの電子署名となる署名用電子証明書と、ウェブサイトの個人ページで本人確認をするための利用者証明用電子証明書の2つです。この2つの電子証明書を使用するためのそれぞれの暗証番号と、市の窓口などで使用する暗証番号2つ、合わせて4つの暗証番号を考えてください。署名用電子証明書の暗証番号は数字と大文字のアルファベットを必ず両方使って6桁以上、16桁以内で考えてください。その他の3つは数字4桁で考えていただき、3つそれぞれ違う番号でも共通でも結構です。暗証番号を忘れてしまいそうで不安です。覚えやすいものにすることも大切ですが、カードの印字内容から容易に連想できるようなものや、数字やアルファベットが順番に並ぶ 1,2,3,A,B,C などは安全上お勧めできません。暗証番号はこちらの設定暗証番号記載表に書き写してお持ち帰りください。ありがとうございます。大切に保管します。カードを送付する前に市でマイナポイント取得を予約しておくことができます。キャッシュレス決済で使えるお得なマイナポイントですが、受け取っていただくにはインターネット上のマイキープラットフォームでの予約とキャッシュレス決済と紐付けるための申し込みの2段階の申請が必要になります。どうしますか？予約をお願いします。わかりました。ではこちらのかに丸をしてください。現在マイナンバーカード申請をした人にカード裏面のマイナンバーや IC チップを保護することができる五十嵐マイデザインの保護シールをカードに同封してプレゼントしています。ぜひ欲しいです。どちらのデザインがいいですか？こちらの縦のデザインの方でお願いします。わかりました。それでは最後の手続きです。持ってきていただいた通知カードは回収しますので、こちらの通知カード返納紛失届に記入捺印をお願いします。マイナンバーカードが届くまでのおよそ1ヶ月の間、マイナンバーを証明する書類がなくなりますが、問題ありませんか？大丈夫です。もしカードが届く前に何かの手続きでマイナンバー証明書類が必要になった場合はどうすればいいですか？マイナンバー記載の住民票を取得していただくか、通知カードのコピーを取っておいてそちらを使用してください。手続きは以上です。お疲れ様でした。ありがとうございました。申請するときに家族の分も一緒に申請はできるのですか？できます。ただしカードを郵送で受け取りたい場合はご本人に窓口に来ていただく必要があります。本人が記入済みの申請書をお持ちの場合は市から代理郵送で申請することはできるのですが、カードの受け取りの際は申請者本人が窓口に行ってください。今回は申請時来庁方式をご紹介しましたが、交付の時に来庁していただく方式のスマートフォンやパソコン、街中の証明用写真機、郵送による申請方法もあります。申請についてのお問い合わせはマイナンバーセンター電話 41-1110、 または戸籍住民課電話 22-9645、 ファックス 22-9643 までお寄せください。申請手続きはマイナンバーセンターと戸籍住民課のほか各支所住民福祉課でも受け付けています。事前に連絡をいただくと必要書類などをお伝えできますので、窓口での手続きがスムーズになります。わかりました。山本さん、今日はいろいろと詳しく教えていただきありがとうございました。ありがとうございました。たくさんの方に申請していただきたいです。